サンマ場店再現 VTR 傑作選藤野マリア編。癖のある役を数多く演じ、一度見ただけでも記憶に残る演技力が魅力な藤野マリアのえりすぐりの作品をご紹介。この人とは絶対無理と思う異性のタイプ。そう、おはようございます。お田中、また遅刻か。会社の後輩が、裏を返せばしっかり睡眠をとって仕事に来てるってことです。え、あと前にお願いしてた資料まだできてないの？裏を返せば時間をかけて丁寧に作ってるんですよ。いちいち言い訳するな。裏を返せば頭の回転が早いってことですか？裏を返せば何かにつけて裏を返してくること。我が家を訪れた人にブチギレそうになったこと。ごめんね、散らかってるけど。え、全然綺麗じゃん。ちょっと家に招いた友人が、お待たせ。え、香水を振っていたので、ねえ、何してるの？と聞くと、私人んちの匂い無理なんだよねと言われたこと。スポーツで異性に言われて傷ついたこと。よっ、はい、次。合気道の稽古中、女性と稽古する番になり、じゃあ小手返しから教えるね。小手返しってのは、相手の手を持とうとしたら、キャッ、触らないでと大声で言われたこと。きっと私だけが感じている悩み。最近部署を移動した私の席は、タイピングがうるさい人。よいしょっと。あ、間違えちゃった。ずっと独り言を言ってる人。中野さん、はい、ここの数字間違ってるんで直してもらっていいですか？顔がだいぶ怖めの人。お願いします。と癖が強すぎる人たちに囲まれて集中できないこと。傑作選をご覧いただきありがとうございます。藤野マリアです。今回傑作選で癖がある役が多いっていうイメージなんですけど、はい、普段はどうなんですか、マリアさん？普段はそんなことないと思うんですけど。初対面の時に、はい、あのマリアーヌって呼んでくださいって、はい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 、その瞬間ちょっと癖あるなと思って。本当ですか？普通に明るいお酒が好きな。お酒好きなんですか？お酒大好きなんですよ、はい。やっぱり一番は、あの裏を返せばっていう、何かと裏を返してくる人の役で。ああいう人いたらどうですか？いや、友達にはなりたくないなって思いますけどね。やっててすごい楽しいは楽しいですけどね。あー、浮気相手とか恋人を奪うとか、なんかちょっと悪女、悪い女に憧れてるんです。憧れてるっていうか、悪女をやりたいんですけど、やっぱ来ないってことは裏を返せば正常に見えるってことですかね、私は。ちょっと、はい、そうですね。すごい棒読みなんですけど。やっぱり全身コーディネートのネタですかね。あの彼氏に合わせて服の好みを合わせちゃう女性の役だったんですけど、本当全部初めて着る服だったんで、メイクさんが一番大変だったかなとは思うんですけど。その作品がこちら。今年痛恨の無駄遣い。そうそうそう、どう、似合ってるかな？めっちゃいいじゃん。ロックが好きな彼氏には全身ロック系のファッション、ギャルが好きな彼氏にはギャル系ファッションと、毎回彼氏の好みに合わせて全身コーディネートするのだが、重すぎて無理だわ、もう別れよ。いつもすぐ振られ、洋服代が無駄になってしまうこと。それもいろんな方から連絡いただいたりとか、おばあちゃんが気づかなかったって言ってました。YouTube のコメントで、ももクロの高木れにさんに似てるってコメントが多いんですけど、はいはい、結構言っていただくことが多くて嬉しいですね。とっても本当におこがましい話なんですけど、高木れにさんの写真を見て一瞬、私この写真いつ撮ったっけって思ったことが一度だけあって、再現とかあればぜひやりたいですね。
いつも見ていただきありがとうございます。あの普段はちょっと見てて腹立つ役とかが多いと思うんですけど、実際はそんなに腹立つ人間ではないと思うので、これを見ていただいてた方にはあのそうじゃないんだよっていうのが伝われば幸いです。最後に視聴者の皆様からのテーマ募集お待ちしております。採用された方にはなんと5万3000円のプレゼント、ぜひご応募ください。どしどしお待ちしてます。ということで、サンマバ店再現 VTR 傑作選、富士のマリア編でした。